はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。匿名様、お手紙いただきました。かんたろう様、ご支援ありがとうございました。有本香里様、津島陽子様、ご支援とお手紙ありがとうございました。有本香里さんって、あの有本香里さんじゃねえよな。津島さん、なんか最近手術されてそうで、くれぐれもお大事になさってください。いただいたご支援はありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。ガーシーさんに除名決定、反対は浜田議員ただ一人、賛成が238人、だったそうであります。黒川幹事長の先導でですね、100人ばかしが国会前で、騒いだんだって。バカみたい圧倒的少数意見をですね、大声で通そうとするあたりは共産とそっくりですね。なんでもですね、除名ふざけんな、沢石さんみたいなんですけれども、にちゃんでは、ふざけてんなお前らだ、冷ややかな意見が多数でありました。公安調査庁はですね、48党は監視してるとは公表してないけど、見張ってるね、これね。もう、工藤会同様にですね、テロ組織認定してほしいぐらいですね。日本人の敵、朝日新聞記者。総務省が2015年2月13日に大臣レクがあった可能性が高いと。この時何をしてたか分かる別の記録はないんですか。高市大臣、完全に論点ずれてる。私は最初からこのようなレクは受けてないと言ってる。あくまで内容を指定してきた。一般意見であります。何でもいいから悪い印象をつけたい。だげー。こんな好き放題やってて、報道圧力とか言ってんのが、旗色が悪くなってきたから、お得意の論点ずらし。さっさと作成者を証人喚問せよ。同席してたとされる平川、松井もレクを否定。朝日頑張れ、真実に負けるなと。たまに、賞金なるですね、国民民主、玉木代表もですね、論点がずれている。問題は報道に圧力があったか、なかったか。大臣レクがあったかどうかとか、そんなのは関係ないと。まあその通りですね。で、報道に圧力があったら、今みたいに好き放題、自民叩き、できてないから報道に圧力ねえだろ。放送法に違反したら罰則もあるよ。で、当時総務大臣だったですね、高市さんの当たり前の答弁。法律違反したら罰則はもうあるよ。っていう当たり前の答弁に大騒ぎしてね。それ以上の圧力あったらもっともっと大騒ぎしてるはずでしょう。でもしてない。つまり圧力はない。さっさと書いたとされる西方長潮安藤を証人喚問しないの、なんでなんだろうな。これ立憲と共産、いつまでも何年でも騒いでいたいから証人喚問させないっていうことなんでしょうかね。めちゃくちゃな理由つけてね。パヨはそういえば、いつも論点ずらしばっかり言ってますけれども、朝日新聞記者のこれも意図的ではないかもしれないということを思い当たりました。パヨを使ってると自然と日本語が到達する結論からずれる説っていう、使ってる言語が違うんで、同じように考えてっても思考をしてってもですね、ずれる、我々とずれた結論に達するということなのかなと。パヨ、9条を生かした外交で戦争回避、我々具体的にはパヨ…しばらくフリーズしてですね、再起動、また同じことをわめき出すっていうのがパヨであります。石川香里立憲衆議院議員、ネットの政治的公平性について総務省は、松本総務大臣、ネットは放送法の対象外。ネットはですね、その昔パソコン通信って言われておりました。ああ、パソコン通信。だから通信なんですよ。放送じゃないと。立憲は言論統制したいようだな、ネットのな。一般意見です。子は報道会に許さないとか言っといて、この二枚舌。祖国がそうだからって。高市さん叩きの麻薬言ってる。ネットを統制すれば北朝鮮に。公共の電波使ってるのとは訳が違うだろう。支持率、だだ下がりをネットのせいにすんなよ。
書いたらその社は終わりだから、これは松本龍復興大臣の言葉ですね。昔は大嘘ついても騙せたんですね。今はネットですぐ指摘されるからやりにくい。ネットを規制したいってことですかね。即座に反論できる、指摘できる、嘘を暴けるネットの方が大きく誤報、小さく訂正、スクランブルデモは絶対報道しない。テレビよりよっぽど公平で中立では、人気ある記事は伸びるしさ。ネットうんぬんって言ってるけど、書いてる人はリアルな存在なんですよね。有権者でもあり、納税者の意見がネットにただ反映されてるってとこなんですけど、それ忘れてんじゃないのか。テレビはチャンネルを無限に増やせないから、公平中立で頼むよ。放送法4条あるんですけれども、まあ全然守られてませんけれどもね。チャンネルを無限に増やせるネットとは分け違いでしょ。それこそ嫌なら見るなでいいじゃん、ネットは。無限にあんだからさ、見るもんさ。国鉄が乗車拒否するのは問題だけれども、無数にいるタクシーの1台が乗車拒否しても、他当たればいいって話でね。さらにですね、立憲の道下大輝っていうのかな、大輝かもしれないな。衆議院議員、NHK 含め、メディアは野党以上に厳しく政府を追及すべきと、今日言っておりました。偏向報道しろって言っちゃってるんですけど、なんでしょうね、これね。なんかテレビも、統制っていうんですか、検閲したいし、支配下置きたいし、ネットも支配下置きたい立憲、一般意見です。これはテレビ報道しない案件、報道の自由、かっこ笑い、放送法4条、違反教唆、こんなこと言ってるから支持率上がんない、公平中立とは一体、もう十分以上に政府に厳しいだろう、書いたらその社は終わりだから、書いたらその社は終わりだからの汎用性が高いな。多分自覚なくて言ってんでしょうね、これね。テレビは自民寄りって考えてるパヨが多数ですもん。立憲のこの議員もそう考えてるかもしんないな、普通に。街頭立ちでですね、NHK は安倍の悪事を報道しないであるとか、安倍チャンネルになってるって言ってたおじいちゃん、何人もいました。つまり、人らの目には、安倍総理がなんか悪事をしでかしているように見えている、というですね、まあ認知症なのかな。本当にそうだったら NHK は危ないぞ総理とか不愛想太郎なんて番組作んねえだろ、自民党に味方してんだったら、書いたらその社は終わりだから、汎用性高くて、便利であります。3月14日昨日ですね、コラボ記者会見がありました。東京都からバスカフェ中止を求められた、都は圧力に屈するのではなく守ってほしい、都はですね、アウトリーチの方法は他にもあんだろっていうことらしいんですけど、なんか物好きがですね、集団でバス見学して、ニートらが過剰反応してギャオーンってちょっとした騒ぎになったみたいであります。とは自分らも訴えられてるし、面倒は避けたくて言ったのかな。一般意見です。あんたらが行動の通行妨害したからでしょ。なんで嘘つくの？そうだったのか。知りませんでしたけれども。加害者なのに被害者面。どっちも一般人から見たら害でしかない。お店や通行人の邪魔してたらしょうがないよね。あの場所を私物化してたからでしょ。なるほど、そうだったのか。この騒動よく知りませんが、コラボ幹部の護衛にですね、芝木隊が出動してたって、旧芝木隊で見たことあるやつが、出動してたらしいんですよね。さすがね、共産党と強いつながりがあるコラボ。つうか、共産党の抗菌吸血部なんじゃないか、思ってますけど、現在 WBPC 若草ボンドパップスコラボ問題の2チャンスレッドが歴代2位の盛り上がりであります。1位608スレッド、1万円で納豆ご飯セットが生涯無料の令和納豆、2020年から5月、これ1スレッド1000投稿で終了するんで、まあ、60万投稿ある。現在も進んでいる。2位、596スレッド、若草ボンドパップスコラボ関連総合、2022年12月からと。圧
という間に抜いちゃいますね、納豆ね。こちら596枚、板が、つまり59万6千投稿今まであった。なおですね、今晩中に1位になる見込みだそうであります。あーきょうさんとこれどうすんの、コラボ問題って知ってるって聞いて知らねえなっていう人はよっぽどの情弱ですね。赤旗、若年被害女性支援事業不正も返金もなかった。大見出しで一生懸命擁護してんですけど、いやそれね、あの月曜日から裁判始まったばっかでまだ確定じゃねえから、不正がなかった、返金もなかった、それ確定じゃねえからね、嘘つくのやめてもらっていいですか、赤畑さんはね。共産党が嘘つくのやめたら、なんかあの吸血鬼が血吸わずに、衰弱してってですね、体だんだん透けてきて消滅するイメージが私は持ってるんですけれども、共産党が嘘をつかなくなったら、不可能かな、そんなことはな。日本を人民軍に差し出して、代わりに布教を認めてもらいたい公明党山口夏夫、 LGBT 法早く、 G7 で日本だけない議長国なのに恥ずかしいなどと供述しておりました。一般意見です。公明っていつもいつも変な物言いつけるな。そんな危険な法案一生いらない、吐き気がする。よそはよそ、うちはうち。じゃあ G7 に合わせて9条破棄とスパイ防止法を、嫌なら連立解消してくれ。 LGBT と G7 何の関係もないだろう。学会の反対が正解。てか文句あんなら与党から出ていけよ。LGBT 当事者さんはこんな風に言ってますよ。こんな法律できちゃったら行き着く先は静かな嫌悪と排斥って、全くその通りですね。一部があの LGBT 貴族化してですね、もっともっと嫌われるようになってしまいますよね。細野モナオがですね、理念法だから、理念法だから、じゃあ作らなくてもいいんでは。理念法ですね、あの大義名分にですね、川崎のヘイトスピーチ条例みたいな変な条例作られちゃうことは火を見るより明らかなんですよね。 LGBT が本当に差別されているなら、マツコはテレビに出れてない、 QED ですよ。学会の目的は何、山口がいい人ぶりたいっていうスタンドプレーとも思えないんですよね。やはりですね、あの日本を混乱させて人民軍が食いやすいように弱らせたいってとこですかね、公明党山口夏夫の、目的はね。ということで、どういうことで、メール党員大募集であります。メール党員さん、ご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。